はい、田の字です。2020年1月の20日、13時32分です。今日のまんだらけ、プラス1円。朝一で605円。今603円。それでもプラス1円。商いは少ないです。2200株。日経平均56円のプラス。あんまり値上がりどうなんだろう。全体的に薄商いなんですかね。この日本建物プラス19円。3日間で40円ぐらい上げてますよね。結構上げてます。注目している株の一つです。ガーラ動き弱いです。マンダラケ長い目で見れば上がると思っているんですが、605円、今年度の高値なんですが、ここ5日間こんな感じですよね。徐々に上げ、薄商いなんだけど徐々に上げているという。この、今年583円の底をつけて、徐々に薄商いだけども上がっているという、そういう状況です。相場全体が弱いんで、その中でもこう少しずつでもいいんで上がっているというのでいいと思うんですけど、どうなんでしょうかね。605円、買い方も売り方も薄飽きないです。どうなんでしょうね。でも飛ぶ時はぐっと飛ぶ時ありますけどね。まあ毎日こう注目して見ていけば何かしらあるんじゃないかなっていうふうには思ってます。この3期、今日プラス6円高、これ面白いですよね。84円で今96円高。12円。17、18、19、20。金曜日に底をつけて、今日20日ですから、ただ手を出しづらいですよね。84円が96円、12円高。さあ、まんだらけ603円。この605円で1500株の売り、まあ蓋が入ってるってことなんでしょうけど、で下は600円、2000株、まあこんな状態ですよね。どうなんでしょうね。
はい、田の字がお送りしました。